エレキギターでアコースティックサウンドの鳴らし方を紹介していきます。今回はシングルコイルピックアップを使用。あ、ちょっと見にくいけどごめんなさい。ボスアコースティックシミュレーターを使います。アンプはデラリバーオールフラット、マイクはコンデンサーとリボンマイクを2本立てて、伴奏に使用する場合は軽くコンプで圧縮します。録音します。パラメトリック EQ でさらに微調整します。耳障りの音を削って足りない部分を補うイメージです。続いてルームリバーブでマイク取りのエア感を加えます。ローカットするのを忘れずに。出来上がった音がこちら。